Hey guys, Draco Leo here, back with another vid. So I am going to start with chapter 3, so do enjoy the show. ちょ待てよ、なんでフーちゃん出てきたし。いくら器のでけえ俺でも脈絡ピーキーすぎて頭こんがらマッチョなんだけど。ああ悪い、あれな、ちょいろいろあってさ。俺らがこないだ上がった時のことだ。食材買うためにぶらついてたら妙な気配を感じたって次第で。あ？ちょ、誰かいんの？フーちゃん？エルステ帝国軍の最初、フリーシアちゃんじゃん！あなたは軍の追っ手ではなさそうですが。ちょ、そんな格好でどうしたし。なんなら話聞くけど。素性も知らない相手に話すことは何もありません。いや、一応面識はあるつもりっつうか。俺グラサイの一員だべ。なんか困ってんなら手貸すよ的な。あの気空団のものでしたか。ならば余計に助けなど必要ありません。去りなさい。いや、さすがに無理だわ。やっぱ格好が雨もあられもねえ的な感じだし。な、眉間にシワ寄せて黙ってても解決しねえべ。ちょ、話してみ。どうしても奴を捕らえろ。おいおい、誰かに追われてんの？ありゃインペソかよ。奴らフーちゃんの仲間じゃねえの？なんでフーちゃん追ってんだ？何があったか知らねえけど、一応俺も心情的には正義の味方的な立ち位置なんで、相談乗るぜ的な。私と一緒にいると絶対に後悔するわ。あいつらに何されたか知らねえけどさ、俺らはひでえことしねえって。どうする、フーちゃん？いたぞ、フリーシアだ。どうする、フーちゃん？貴様、この女に肩入れするのはやめておけ。命が惜しくば見なかったことにして立ち去るんだな。セコラ、今フーちゃんと話してんだよ。留守だ、フーちゃん。助けて。オッケー。拘束具が。バカな、我ら帝国軍が誇る最新技術が搭載された最新式の拘束具を解除しただと。器用さには自信あんのよ。伊達にグラサイキッチンで毎日芋の皮剥いてねえぞ的な。てめえらの鎧もカツラ向きにしてやっから覚悟しろや、芋野郎ども。
んでインペソポコパンした後にフーちゃんの手取って逃げて今に至るって次第。ちょ待て、ともちゃん、それってフーちゃんグラサイ乗っちゃってるけっていう夢の話な。夢かよ。でもさ、あれからなんかフーちゃんのことが頭から離れなくってずっと妄想続いてるってわけよ。それガチ重症パティーン来たこれ案件じゃん。うすっかな俺。でも夢の話だべ。それな、夢に出てきたナオンが気になっちゃうパティーンとかあるある。だべだべ、夢に出てきたナオンってなんか胸キュニング案件だべ。ですよねー。ウィー、なんか思春期の子の話聞いてる気分になってきたわ。ほんといつまでもガキっぽくて嫌になっちゃうっすよね。いやマジ、ふーちゃんのこと考えると妄想止まんねっすわ。ブヒヒヒ、かゆくなってきた。でどんなノリよ。いやマジペンだわこれが。またちょ聞いてもらえます？ふーちゃんと俺はあれからアガスン中逃げ回る羽目になったんだわ。街のインペソがマジパリピな感じでグラサイ戻ろうにも戻れなくて、愛嬌っぽいところでこそこそやってたってわけなんだけど。お待たせ、ふーちゃん。いいか、焼けたわ。一体どこでこれを。ま、愛の力がありゃイカでも何でも釣ってくる的な。ほら冷める前にパクついちゃいな。いえ、これを用意したのはあなたです。先にお食べなさい。ちなみにふーちゃん、眉間にシワ寄せる癖ある？え、何の話です？俺がふーちゃんのためになんかした時眉じわ寄るべ。俺に遠慮してる時そうなのかなって。優しくされるの慣れていなくて。そっか。帝国軍も一枚岩ではありません。日々激しい権力争いが続いています。結果私はあらぬ罪を着せられ軍を追われることになりました。隙を見せれば首を狙われる。ずっとそんな環境に私はいたから。なんか初めてフーちゃんの本音的なやつ聞いた気がするわ。いいんだぜ、俺には遠慮しなくて。あ言ってる間に二人分焼けたわ。ほら食おうぜ。ありがとうございます。どうよお姉さん、まぶいべ。味も最高なんだこれがまた。監獄で出された食事に比べれば最高です。そこと比べちゃうか。ありがとうトモイ、あの時出会ったのがあなたでよかった。おいおい、よせって。トムイ、もうこれ以上私と一緒には。この音、嗅ぎつけられただと。
ち目にインペソが乗り越してきやがった。ちょ待て、インペソども、俺らの愛の巣になんてことしやがる。貴様らに安住の地などないのだ。さあ仕上げだ、奴を捕らえろ。逃げて、トモイ、私を置いて。ざっけんなっつう話よ。俺の名恩に手出されて黙ってられるか、インペソ野郎。この軍勢を前にいつまでその一斉保っていられるかな。先ほどまでの勢いはどうした？くそ。ごめんな、フーちゃん。守ってやれなくて。リン、最後に私のことを大切にしてくれる人と出会えただけで。ちょ待てよ。ったく、探させやがって。おめえら。ったく、人のダチ子を相手に散々やらかしてくれやがって。うちの団長がお怒りだこら。助かった、ようやくこれで安全な場所へ。仕方あるまい、元宰相閣下の身は無事にとの仰せだが、あれを使わせてもらう。クーちゃん、なんだこりゃ、何しやがった。こんなこともあろうかと、フリーシア元宰相閣下の体には魔性を埋め込んでおいたのだ。トモイ、逃げて。フーちゃん、トモイ。そんな、嘘だろ。ふーちゃん、もうやめろよ。俺だよ、トモイだよ。Alright, that's the end of the current chapter, and now there's a raid battle. I'll make a separate video for the raid battle. So for now, stay tuned. I'll see you soon. Bye!